皆さんこんにちは、森田ドラムスクールの森田とドラムショップアポロの清水さんでーす。今日はなぜ清水さんが来てくれたかというとですね、ドラム練習パッド考察ということで、めちゃめちゃたくさんの練習パッドを持ってきてくれたんですけど、これ何個くらいあるんですか今日は。20個ほどありますね。こういうジェルのやつがあったりとか、めっちゃちっちゃいやつがあったりとか、なんか真っ黒なやつがあったりとか、なんかいろいろな種類を今日は持ってきてくれるんですが、まあ、練習パッドもスティックと同じように、なんかいろんな種類がありまして、まあ、こう素材の違いとか、まあ、打感の違いとか、まあ、こうどれぐらい消音できるかとか、大きさの違い、でスタンドがあるもの、ないもの、まあ、なんかいろいろあったりとかするので、まあ、その特徴を清水さんから今日はちょっと伺いながら、練習パッド、何がいいのか、初心者にはどういう練習パッドが向いてるのか、上級者にはどういう練習パッドが向いてるのか、そういうものをちょっと考察していきたいと思います。よろしくお願いします。まずはじゃあどっから行きます。いきなりアニカパッドは、でもなんか、いやでもアニカからいいんじゃない。一番だってキーなんかでしょ。そうですね、一応あの僕はアニカ教則本ということで、まあちょっと順番に紹介していきたいと思うんですけど、はい、今ちょうど本当に手元にあるのがこうアニカニレスパッドっていう感じなんですけど、アニカニレスがこう作ったというかプロデュースしたという感じなんですね。これはどういった特徴があるんでしょうか。こう素材と何パターンにも分かれてるっていう、同じ面でなるほどいうのが特徴ですね。はいはいはい、まあ、言うなれば、ボムのパッドの中でもハードとソフト、はいはいはい、スーパーソフトって言われるウレタン系のスポンジですね。あ、ここはめっちゃスポンジみたいになってますね。で裏側が全部スポンジ。なるほどで、あ、これもちろんこっちを叩くっていうこともあるんですけど、うん、あのこの本の通り地面に直に置いても、はいはい、あの地べたでもできますよとか。なるほどおうちスタイルですね、これなんかね。あ、ここが硬くなってたりとかっていうそんな感じことなんですね。なるほど、ちょっとやってみよう。やってみよう。ひっくり返した方がちょっと可愛らしい顔みたいになります。ちょっとコチコチ、意外とスーパーソフトと言いつつ結構硬いですね。ちょっとコチコチって奥に当たる、はい、割としっかりダブルロックしたら意外とカチカチカチってなるっていうことですね。でもなんか打感とかその音の感じはすごくいいですね。なんか特にこのアニカニレスの教則本ってなんかその5連の練習があったりとか、なんか結構細かいルーディメンツの練習があるんですけど、例えばなんかそういう打感をこう確認するというか、まあ細かいフラムのパターンとかがまあすごく感じやすいこうパッドになってるなっていう感じはありますね。まあ、ある意味意外と音が出るというか、うん、そうですね。ただまあこれを例えば家でこうやるとなると、まあまあな音になりますね、これもね。全然夜中ちょっとふとね寝れない、夜中2時の時に練習しようってっていう時にこれいいですね。あとはだからこう、うん、奥のこうコツってところに当たらへんぐらいの、あ、そうですね、時間の細かい、うん、確かに奥にこうコトッとなったらドドドみたいな感じ。そういうことですね。だからこれとかもだからコツってならへんぐらいの、思いっきりやればね、それはどのパッドでもうるさいと思うんですけど、うんうんうん、例えばこうタップストロークの練習をこうやるのにここはすごく適してるかも。そういう意味でもちっちゃい音で、うん、こうあのスティックをコントロールするなっちゃったってなると、そうこう噛んでなるので叩きすぎ、あ、それの調整としてめっちゃいいかもしれないですね。なるほど、これ僕は後でちょっと買いますか。じゃあこの練習パッドは、エヴァンスのリアルフィールというシリーズがありまして、まあ、その名の通りリアルなフィールで、これが、まあ、灰色の、うん、これが一番ポピュラーです。これなんかよく見るやつですね。よく見るやつです、はい、それの赤、はいはいはい、赤バージョンっていうことです。なるほど、材質としては基本的にはラバーパッドにワッフル加工って言って、表面ちょっとザラッとしてる。ああ、そうですね、ちょっとザラザラ網目のような状態にすることで、うん、グリップが効くんです。はいはいはい、それによって少し打感が違うのと、うん、あのまあ、アタックの音色がちょっと変わる。ちょっとじゃあこれをいただいてますね、はい、本当にこうリアルフィールっていうぐらい
なんかスネガを叩いた時のその皮を叩いた時の打感にやっぱすごい近いものがありますね。なんか叩いた時に実際のスネアを叩いた時はなんかグッてこう皮が沈むような感があるんですけど、なんかそれが本当にうまく表現されてるような感じがするというか、しかもなんかこのワッフルワッフル加工があることによってなんかスティックをグッてこう掴んでくれてる感があるので、最初にこうスティックを落とした時のずれてしまう人にとったらちょっとやりやすくなるというか、そのフィーリングをこう掴みやすい、はいはいはい、スティックをこう当ててるっていう感じと跳ね返りの部分で、はい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 、リバウンドを取りやすい感じ。確かに初心者の人でやっぱ一番最初に悩むのってリバウンドがうまく拾えないみたいなところがやっぱりよく悩むところで、なんかスティックをグッて握ってしまってそのままこう動かしちゃうみたいなのがあるんですけど、なんかそれをこうリバウンドを掴む感覚としてはやっぱこのグリップをグッて安定してくれてるので、なんかすごくこう弾ませやすいというか掴みやすいかもしれないですね。あ、開けちゃう。いや、開けるの戦い基本的にはライフって一緒なんで、全く一緒っすよ。多分そのメスブタンでどっちがどっち、でもちょっと叩いてみて。工業製品として、はい、例えばこの、うん、同じゴムのでも、はい、そのまあ別にエヴァンスがゴムを作ってるわけじゃないんで、はいはいはい、発注してたゴム、はいはい、から、いや赤ってなった時に、うん、若干やっぱり材質が変わってると思う。はい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 、はい、同じ品番同じやつだとしても、うん、なんかちょっとカラー違いっていうのが、うん、逆になんかこう良かったり悪かったりもあるけれども、なるほど、ちょっと柔らかかったりとか、はいはい、そういう感じの時があるので、ちょっと叩いて、はい、あ、でもなんか違いますね。多分ちょっと硬いの、ちょっと硬いです。あ、ちょっと柔らかい、ちょっと違います。なんとなく厚みも全く一緒やし、ほんまほんまですね、ほんまに一緒なんやけど、多分ちょっと違いますわ、うん、まあ、どっちも非常にこう生に近い感じ、なんかこっちはちょっとテンション高めに張ってる感じのなんかスネアの感覚で、こっちなんかローピッチめのスネアの打感になってるっていう感じですね。あ、本当や、全然違いますね。ちょっと違うんですよ、はい、好み的にはでも赤の方がちょっと個人的な好みはあるかもしれないですね、自分のそのスネアにより近く感じる、はいはい、じゃあ続いてですね、これはアヘッドの練習パッドですね。アヘッドの、この同じような大きいサイズのやつですけど、はいはいはい、なるほど、ダブルサイド、あ、本当や、そう、後ろも表もソフト、まあ、はい、ノーマルタイプと、はい、ハッドを触っただけでも結構、ほんまや、カッパーゴムなんかっていう本当ですね。そう、こっちも大概硬い、まあ、ちょっと硬めに感じるんですけど、うん、ほとんどこのワッフル加工がない、はいはい、ツルツルですね、こっちの方がツルツルサラサラって感じ、うん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 、こっちは手で触ってもこうクッとこうグリッと効く、うんうん、こっちはちょっとこう、うんうんうん、簡単に、それの打感の違いっていうのも、なるほどなるほど、跳ね返りはそこまで変わらないと思う。そうですね、リアルフィールと同じぐらいのところが、スティックがこう斜めに入ったりとか、確かに確かに、するとそれを露呈するんですよね、うんうん、さっきの方がやっぱグッて掴んでるくれてる感覚があったので、ちょっとずれててもなんか許して補正してくれる感じがあるそうですね。でもまあ実際のスネアってね、あの言ったらグリップグッてなってるわけではないので、コーテッドヘッドが新品の時は若干ちょっとこうグリップが効きやすいってなるんですけど、そういった意味ではちょっとこういうまあさらっとしたやつでやっといた方が、まあ実際のスネアになった時にちょっとストイックに練習できるとか、こっちも何やろ、ある程度そのリバウンドの感覚をつかむことができたら、まあ、全然こうしっかりと跳ね返ってくれるし、あのダブルストロークとかもこうすごく安定して練習ができると思うので、これがカチカチの方ですね。はい、カツダイだの時の音が、なるほど、これはやかましいですね。なるほど、これは例えばあれですか、マーチングの他の人が多いとかの人がこれぐらい硬いところを、はい、ヘッドを叩いたりするのに練習をするということですよね。プラグとかがすごいシビアになるんで、一個一個のそうそう全部わかる。だからこれは結構なんやろ、シビアにルーディメンツを練習するにはめっちゃいいかもしれないですね。でこう教室に持っていきやすい、取っては何なの満を持してレッスンに行けるという感じですね。ただなんかこの硬さって実際の何でしょう、こう生のドラムセットってなかなか場所的にはないんで、だから例えば普段のこうスネアとかの
こうイメージするにはこっちの柔らかい方を使って、はい、まあ、ちょっとシビアに練習したいなって思うときはこっちを使って、ライドシンバルに近いかもしれないですね。シンバル、はい、シンバルに打感は近いかもしれないんで、例えばレガートのタタタンタタタンみたいな感じの練習をするのにはいいかもしれないですね。おお、ベイターってところのベイター、はい、さっきのは表と裏にハード、うん、はいはいはい、ソフトっていうのがあったのが、うん、上と下みたいな感じ。もちろんそのセッティング方法によっては右と左みたいな。そうですね、こうセッティングしてもいいし、そんなやつおんのかまあこうセッティングしてもいいし、まあ、手前にこういってもいいっていうことですよね。そうそうそう、スティックワークの、まあ、ちょっと練習というか移動させること、ずっと最初から近くじゃないんで、こういろんなところに移動させたりとか、同じところでこことここ、こことここっていうのをずっとこう移動させながら叩いて、違う打感でやるっていう時に同じプレイができるか。なるほどなるほど、はい、ちなみにこれはやっぱこの赤いところの方がちょっと柔らかめで、そうですね、黒い方がやっぱちょっとカードっていう感じですね。柔らかい方からいいですね。おー、なるほど。でもちょっと固めですね。ちょっと張り合いですね。あ、そうですね、音的にもね。なるほど、硬い方。おお、硬いですね硬いけど、まあアヘッドのカチカチさよりかはマシかも。こっちもね、なんかプラスチックみたいな感じなんですけど、ね、こっちの方がまだラバー感はあるというか、うん、ソフトめ、あー、でも全然、おお、パッと見ね、パッと見がすごく似たような材質で、うんうん、でも結構触ると沈み込みがあるのかもしれない。そうっすね、まあ、例えばアクセントの練習とか、うん、なんかこうみたいなやつとかも、例えばあのアクセント練習してたらこうよくわからなくなるみたいな、なんかそういうのをこう練習するのになんかこう移動してやるっていうのは、そうですね、ね、こうすごくこう有効的なね、こう練習やと思うし、レッスンとかあの、うん、あのアクセントの時にフロアとか、あ、そうですね、移動させたりとか、そういう意味ではやっぱこの上下に分かれてるっていうのは結構いいかもしれないですね。これあの例えば、まあ、なんかあの何昔のジャズのこのドラムソロとかでこういうドラムソロありましたけど、まあちょっと狭い距離は狭いけど近いな近いな。例えばこうタム回しを想定するっていうのもありかもしれない。あんまり使おうかなと思ってあー、これはかっこいいやつですねグレッチ、なるほど、いわゆるラウンドバッチを、はいはい、グレッチのラウンドバッチをこうデザインにした、かっこいいですね、なんか見た目が分厚めなんですよ、なんとなくですけど、ほんまや、でもほんのちょっと、ね、他のメーカーのね、他のやつよりかは分厚いですね、確かにね。あ、しかもなんかちゃんとやっぱこう中心に丸があるからデザイン的にそうデザイン的にそうなんで中心狙ってね、はい、みたいなこともできるということですね。おー、なんかすごいリバウンドがありますね、これは、うん、なんか、なんだろう、打感はまだ柔らかいのにちゃんとリバウンドがあるのですごい扱いやすいかもしれないですね、うん、グリップ感というかはあるので、ツルツルサラサラやけど意外にそうですね、キュッと効くね、スティックを持ってくれる感はあるので、これはすごい初心者の人でも扱いやすいかもしれないですね。ただちょっと音が出ますね、出ますようなるね、ようなるんで、まあ、家で夜中2時に思い立った時に練習をするにはちょっとまあ、あの苦情が来るかもっていう感じだけど、横と中心の音の違いがあるなっていう。他のもあるんだろう、あるわでもこれ中心もちゃんとこう的がついてるし、で割とこうリバウンドもすごいしてくれるん でしっかりとやっぱ音が鳴ってくれるんで、この、まあ、フラム的なというか感じのもこう練習がしやすいなと思いますかね。どこのプロロジックス、プロロジックスの、ね、まあ、ちょっと売ってるお店とかが少ないかなとは思うんですけれども、はいはい、うちではよく、うん、売れてました。なるほどなるほど、これはまた他のと材質が違って、そうですね、あんまりゴム系ではなくて、ゴム系ではないですね、はい、ちょっとスポンジ系のウレタンというかはいはいはい、はい、で13インチなんで、あ、なんとかでかいですね。すこれは何でしょう、こう布が貼ってあるみたいな、あ、そうそうそう、よくご存知です。
名前見たことないですさっきの有田先生のですね、はいはい、このふわふわのこういうスポンジ系、はいはいはい、これだけだと、うん、リアル感がなかったんでしょうね。そのプロデュプロロジックスは、うん、そこの上にこの布を1枚貼ることで、はい、あ、なるほど、皮が張ってる感を再現できてる、うんうんうん、なっていうのでよくできてる。これの下は、まあ、こういうちょっとスポンジ系ということですね。そのミニで作ったんですよ。これをこうシャッと切ってあるのがこういう状態ということですね。おお、なるほど、すごいリバウンドがありますね。意外とある、意外とあるっすね。意外とスポンジやけど、しかも消音性も優れてるんで、あ、ほんまや、全然違うでしょ。同じスポンジ系でもやっぱこう貼ってあるだけでこの皮を叩いてる感がやっぱ出るから。で、あと特徴としてはこの、あ、リムがついてるという。一応リムを使った練習もできます。ほんとですね。リアルな感覚から言うと、うん、むちゃむちゃ低いっすけどね。まあまあ確かに。これでもリムがついてるパッドって、まあ、今んとこないですもんね。今めったにないですね。してもらったやつでも、はい、このリムも硬いゴムみたいな感じなので、うん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 、リムショットのこの金属を叩く音は出ないんですよ。はいはいはい。だからまだ消音されてる、こってした感じですね。でもこれパッドでリムの練習ができるっていうのはめっちゃいいですね。例えばなんかね、こう叩いてスネアのツッ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 ツ、練習パッドでは絶対できないことなんで、そうそうそう、パッドの方はあの消音性もすごい優れてるんで、これ家叩いても全然大丈夫だと思うし、でなんかちゃんとこう貼ってある分粒立ちがはっきりとしてるから、こうルーディメンツ練習するのにもいいですね。これさっきみたいにあの例えばアクセントをリムに行ってみたいな、こう音の違いの練習もできたりするんで、めっちゃ優れてますねこれは。うわー、これはこれはなかなかすごいのが来たっすね。これは何ですか。ムーンジェルパッドって言って、あの最もストイックな練習台跳ねない練習台で、すごい小さな練習台として、はいはいはい、あの人気のムーンジェルの新しいシリーズというかで、はいはい、なるほど、もうめっちゃでかいですよこれ。でっかいの出してみました、ね、でこれ台紙というか、そのこのフレームがないんですよね。はい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 、はい、そうですね。後ろがもうだってこれ作る前の段階みたいなをそのまんま出してきよったっていうので、ダルンダルンですからね。どっちかをねってなった時に、まあこのスネアにそのままベトンと乗せる、もう、うわー、なるほど、そう、これはストイック、おー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 、やばいっすねこれは。もうそれでこう、そうそう、でもこういうね、こうこれでダブルストロークの練習をちゃうとでとかね。そうですね。こうなるほど。これはでも確かに、何でしょう、あのよくリバウンドの鍛える練習として、なんか太ももで練習しましょうみたいな。太ももってこう究極に規定反発なんで、まあ、ここでダブルストロークできたらもうどこでもできるよみたいな、まあ、感じの話をしたりするんですけど、太ももこれね、太ももですね。なんか太もも練習しすぎてめっちゃ青タンできる人もいるし、なんか毛が生えてくるっていう噂もあるんですけど。だからそのままこうスナッピーボールにして、あ、なるほどなるほど。あ、でもこれちょっとスネアの音も出ながらこう低反発の跳ねないということに対して、はいはい、スティックワークの、まあ、スティックのコントロールの強化ですね、うんうん、はいはいはい、リストの強化、うん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 、感覚の練習、完全にリアルばっかりこう求めるんではなくて、はいはいはい、練習内容にね、ボジの感じで練習パッドをこう変えるであったりとか、うんうんうん、自分のその弱点の部分を強化するっていうので、うんうんうん、どんなパッドで使うかみたいなことになるので、うんうん、そうですね、確かに、まあ、フロアタムとかでものすごい低反発で、やっぱこのムーンジェル、まあ、このこれフライではないけど、これのどれも乗ってないけど18のダルンダルンのでも例えばこれで、例えばああいうやつができたら、はい、フロアタムでも絶対にこう扱えたりとかもするので、まあ、例えばこうタムのこの速い連打のこう練習とかでもすごい役に立つと思いますね。ただなんかこのめっちゃ低反発のやつ、まあ、この太ももとかでもそうなんですけど、なんか奪還の跳ね返りがないと、まあ、手首で返したりすることになったりするので、まあ、あんまりなんかこれでストイックに例えば1時間2時間
ってこうやり続けると、まあ、怪我する可能性もあるっちゃあるので、まあ、ほどほどに練習しつつ、で、目的として、まあ、この手首のこの動きを鍛えるのに、まあ、結構こういう、低反発のやつは、まあ、適してると思うので、なんかそういう、こう、まあ、目的に沿った、こうね、パッドを選んでいけるといいかなと思うんですけど、まあ、でもそれの一つとして、一個持っておくのは、すごいいいですよね。一通りじゃあ、はい、でっかいやつは。でかいやつは。はい、終わりました。はい。はい、はい、それでは、次はちっちゃいパッドを、順番に試していきたいと思うんですけど、まず一番最初のこいつが、そうですね、スタンド付きで売ってる、スタンド付きで売ってるこうパールの、しかもソフトタイプ、はい、はい、結構分厚いですね、分厚いです、なるほど、二重構造になってるんですね、上の方がちょっとカチカチめで、下の方が柔らかめでみたいな、そういうことになってるんですね。あ、なるほど。叩いた感覚は結構中間は柔らかめだった。なるほど、ちょっとこうリブショット的なパチことも可能ですね。なんかちっちゃいパッドの方がこうリブショット的なやつは狙いやすいかもしれないですね。このショルダーが当たってるという感じ。そうですね、ここがね、こうペーパーの部分が、うんうんうん、割となんかはっきりとした音が鳴りますね。これも布が貼ってあるっていう感じですよね。一緒ですね、こっちと。なるほど、なるほど。割とでもなんか消音性もこう優れてるし。ただめっちゃ細かいことをやりたいときにちょっとぼやける感じはあるかもしれないですよね。あ、これがさっきのグレッチ。気に入っておられた。このグレッチですね。グレッチのちっちゃいバージョン。オレンジっていうのはなんかちょっと違いがあるんですか？なるほど。これもまあ中心がこう狙いやすいようになってますね。これラウンドバッチです、ね。なるほど。ああ、なるほどね。やっぱさっきのやつよりどうなるの？材質は一緒なんですよね。スタンドで例えばここにあるじゃないですか。こう。だからなんか。ちょっとその独特な硬さというかはなんかちっちゃい方があるかもしれないですね。でっかいのとはちょっとやっぱ打感となんか叩いた時の音の違いがやっぱありますね。あとなんかちょっとやっぱ大きな音がこうなりやすいかなっていう。フローリングにはいスタンド直っていう感じになると、はい、ね、うん、一番まあ響いてしまうはいはいはいのがあるので、まあ下にマットを引くとか、うんうんうん、いうような工夫が必要かもしれない。そうですね、このスタンド伝わって振動が地面に伝わっていくということですもんね。でもまあこのダブルストロークとかのこうリバウンドの扱いやすさもあるし、このね、まあ、先ほどと同じようにこのグリップをガッと掴んでくれる感覚もあるので、これもでも扱いやすいパッドかなと思いますよね。はい、続きましてプロロジックスの、はい、さっきのリムがついてたやつの、はい、ちっちゃいバージョン、はい、こっちの方はまあリムがついてないってことですね、はい、まあ、このサイズでリムついてたら狙いに行くわけじゃないまあいいですね、はい、賢明な判断。そうあ、なるほど。さっきのパールのやつと、ね、非常に似てるんですが、ただなんでしょうね、こっちって下になんかちょっとこう分厚いやつが入ってるんですけど、プロロジックスの方はこう上のなんかこれだけみたいな、なんかまあ一枚物っていう感じなんですけど、なんかこっちの方がやっぱその打感が硬くて跳ね返りがやっぱこうプロロジックスの方があるかなと思いますかね。音の粒立ちもこっちの方があるので、なんか細かいルーディメンツとかもプロロジックスの方が練習がしやすいかなっていうなんか印象がありますかね。なんかまあ消音性にも優れてるので、静かに、はい、すごくこう静かいし、あ、赤い、赤です、赤いですね、はい、実は3色パターンが、はいはいはい、なるほどなるほど。ここの場合色の違いじゃなくて、はいはい、色によってシリーズが違う感じ。違いますね。こっちはいわゆる、はい、標準的なゴムのパターンの、うん、こういうゴムのパターンの、はい、下にこのウレタンを引く。なるほどなるほど。しかもこれはワッフル加工じゃないですか。ワッフル加工ワッフル加工、ゴム、はい、ウレタン、なるほどなるほど。この
あ、この感触。本当や、沈む感じもあり。これがね、これいいんじゃないですか。これ僕一押しです。あ、ほんまや。これがかなりリアル。かなりリアルですね。ほんま、しかもちゃんとこう下に敷いてあるんで、うん、消音もされるし。これめっちゃいいんじゃないですか。これいいです。やっぱゴムなんでリマウンドがやっぱちゃんとこう拾ってくれるし、まあ、ワッフル加工なんで。ね、リバウンドも安定しやすいし、これ本当にだから初心者の方にめっちゃ向いてるかも。リバウンドしやすいし、しかも家であの消音で音もね、さっきのやつよりも音がちっちゃいんで。え、これのでっかいやつだ。でっかいやつあります。あ、なるほど、あります。それもリムがついてるんですか。リムがついてます。単純にそのさっきのこれの真ん中のここが違うだけで、これがこうなってるっていう。パッドがあるな、本当に。名前読んで。ストーン、ストーン、ストーン。全然イメージ。わかんない。おお。でも色が分けられてて、はいはいはい、あのメインとなるというか、いわゆる一番ポピュラーなのがこの。あ、緑。そう。これはほんまにあのラバーのみっていう感じですよね。そのさっきの赤のやつの上側だけ一枚貼ってやる。はいはい、あ、なるほどなるほど。おお、すごいなこれは。これはあれですね、ワッフル加工ではない。ワッフル加工。あ、ワッフル加工ですね。エヴァンスのワッフル加工に比べると、うん、そうですね、目が細かい感じがするんですよ。エヴァンスの方がでもやっぱこう目が荒くて、目が止まるというか、なんかこう表面にこう、こういう凹凸があるのを指でも感じれるぐらい。そうですね、もう本当に肉全然いかへんぐらい。そっちはまだちょっとね、そこまでじゃなくて、つぶつぶなのかな、サラサラなのかなみたいな。そうですね。だし、こっちの方がまだ、なんやろ、こう、リバウンドの、こっちでもほんまに、グッて持ってるぜっていう感じがするんですけど、こっちまだそこまでなんかこう、パッてこう、パッて持ってくれてる。これでも本当に、すごい消音性に優れてますね、このプロロジクスって。なんかこう、そう、ようできてる。ようできてますね。はい、あ、すごいな、これは。なんだかプロロジクスも、さっきのムーンジェルとか、うんうんうん、アイナも意識しつつで、そうですね、これ出してきたのかなと。若干低反発、まあ、反発はすごいするけど、この3種類に比べたら、まあ、一番こう、うん、低反発な感じやし、ハイタムとかぐらいの感覚に近いかもしれないですね。でもなんかこのプロロジックスのパッドってなんかちゃんとこんだけ分厚くて柔らかくしてるのに粒立ちの音がするっていうのもすごいですね。一応なんかその種類的には、順番的にはこれが一番硬くて、まあ、こう柔らかくなっていくっていう。ロジコスパと順番に刻かします。はい、ありがとうございます。おー、なも。そうやな、なんかもしこの4つを、うん、例えばメインの一個として買うとしたら、やっぱこれかこれのどっちかになるかなと思ってて、でなんかこれとまたちょっと違う感触とか、そのまあ打感の練習をしたいなってなった時に、まあこれとかこれとかを買うのがいいのかなっていう感覚はありますかね。やっぱその、リバウンドを安定したりとか、やっぱ音の粒立ちがあるのはやっぱこのラバー的な感じのやつで、まあ、なおかつちょっとこう消音がこう消音性に優れてるってなると、なんかこの2つが、まあ、メインの1個として持つにはなんかすごくいいのかなっていう感じはありますかね。だからこれなんか例えばでっかいバージョンとかがあったりとかしてもいいかなと思いますね。これはどこのやつですか。タマですね。これタマのやつですか。これは後ろにあれなんですね、あの穴がそうないんですよ。ない状態なんですね。これタマはあのスネアスタンドの形したパイプスタンド。あ、なるほどなるほど。じゃあそれとセットで。これはもう完全にゴム。周りのプラスチックなんですよね。あ、なるほどなるほど。なるほど。あ、割とでもなんかゴムが分厚い感じがするんですよ。はいはいはい。ゴム叩いてるなっていう感じがしますね、確かに。そうですね。あ、そうか。なんやろな、なんかあのこれってそのすごいスティックに伝わってくるというか、振動が叩いた時に。なんかスティックがブルーンってこう響いてる感があるので、だからなんかちょっと練習しにくいかもっていうのは、振動を吸収できてないっていう感じで、そうですね、ビーンとこう
そうそうそう、叩いた衝撃がこっちまで返ってくるんで、だから例えばこれで無理してガーって練習し続けると手にちょっと負担がかかるかもっていうのはあるかもしれないですね。あとプラスチックになってるっていうのはちょっと、そこが叩くと怖いですよね。そうですね、割れたりするともうゲームオーバーですよね。これちょっとここがゴム、まあ一応ここ柔らかいスポンジ層でその上にゴムがあって、このので赤いフレームで止まってるっていう感じなんですけど、若干イメージされてるのかなっていう感覚はしますね。なるほど、うん、これあれだって逆の方がいいなんかこっちの方が練習しやすいかも。そう、あなんかあの動かへんし、ね、あの、はい、意外にこうそうそう、ここがそうそう、ガッてなるし、あのプラスチックにも当たりにくいし、逆の方が、あのスティックにもあの衝撃が伝わりにくいんで、逆の方が使えますね。これはまた、はい、これはこれはどこのメーカーのパッドコーポレーションパッドコーポレーション、その名もなるほど、その名もパッドコーポレーション、すごいっすね。ちょっとね、材質的にはこれ何なんですか、これゴムでもないし、発泡ウレタンに近いのか、そのスポンジゴムというか、というか、そうですね、なんか不思議な感じですね。こういうなんでもないし、そうそうそう、このゴムでもないしという、本当ですね、はい、しかもこれ2枚重なってるという感じですね。そうそうそう、なるほど、おなんかなるほどね、アイノコ的な感じ。でも消音性は、消音性めっちゃあるし、まあまあ、しかもなんかあのゴム叩いてるみたいな、なんかそういう感じはありますね。うん、それこそなんかあのこのワッフル加工じゃなく、ない方、ちょっとツルツルの方のラバーを叩いてるような感触もありながら、でもあの何やろ、ウレタンっぽいので消音もあるし、あのサラサラ、うん、サラサラ、サラサラキュッてしてる部分、うんうん、とそれと、そうでキュッとしてる部分、キュッと、あーなるほど、結構その何やろ、打感のこの跳ね返りもそうやし、そのラバーに近いものがあるのにちゃんと消音されてるっていう、なんかそういう利点が、しかもなんかあの割と粒立ちがはっきりしてるんで、なんか細かい音がすごいなりやすいという、確認できる、これいいんじゃないですか、パッドコーポレーション、パッドコーポレーション、静かでちゃんと音の確認ができるっていうのはめちゃめちゃいい感じですね。ラバーに近いけどラバーじゃないという、さすがパッドコーポレーション言いたいだけこれこれはやばいやつじゃないですか、森谷さん持ってる、ああそうですね、これはい、はこれ実は旧タイプなんですよ。ああなるほど、あそれが新タイプなんですね、新タイプと旧タイプ、あなんか新しくなってパリッとしてるでしょ、パリッとします、これがこれだんだん新品ですよ新品っていうか別に、そうですね、何十年も使ってたからと思ってしましおじいちゃんみたいになってますね、うん、これちょっとで なんでかちょっと奥に見せようとしてるこのデザインなるほど、あ全く見えへんね、これもういらんということです、企画会議ではもうで、さっきのあの、でっかいムーンジェル、はいはいはい、意外とこれパリッとしてるでしょ、なんか、ああはいそうですね、このなんかもしもしここのあのベロベロ感あ全部そうそう改善されてるんさ、綺麗に改善されたのがこれですね、なるほどなるほど、ちょっと跳ねるようになる、ね、ちょっと跳ねる、ちょっと跳ねる、例えば旧タイプ、これがまあ新タイプの、ここでも結構な跳ね返りが、まあ、まあ、材質が他とやっぱりジェル系素材というので、そうですね、そう、あまだでもあれやな、なんか音の粒もはっきりしてるし、使えるようになりました、すごいこれこれいいですね、しかもあのさっきのあの全部ジェルのやつだったじゃないですか、はいはいはい、あれよりもまだその手首が守られる感はやっぱこっちの方があるかもしれないですね、さっきのまあ旧タイプのやつもそうやし、はい、この全部ジェルのやつはやっぱ結構太もも結構やっぱ手首に負担がかかりそうなというか、うん、叩いた時のこの重たさがやっぱこうあるんですけど、頑張って変えたらかった、そうですね、こっちはまだその負担が軽減されるけど、でもちゃんと低反発なので、
これがやっぱ一番フロアタムとかにタム類に近いかもしれないですね。これをメインの練習バットとして使うことはまああんまりおすすめしないですけど、まあ例えばよく跳ね返るやつと、まあこれを一個持っておけば、まあいろんなこう感覚の違いの練習ができるということになると思いますね。おお、なるほど。どんどんちっちゃくなって、ちょっとちっちゃくなります。いきますね。これはスタジオサウス。これはね、まあ、DDEQ っていう、はいはい、こちらも、まあ、ドラムの機材を売っていたりとか、うん、アクセサリーパーツを売ったりとか、もともとはあのドラムテックの方、柴山さんという方が、はいはい、その方が、まあ、あのスタジオとかを作ったりとかする時の内装材、壁材ですね、はいはい、余ったものを使ったりとか、あ、これがそうなんですね。そう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 、廃材を利用して、なるほどなるほど。でその上にゴムの、はいはいはい、あ、これを組み合わせたという、とてもシンプルに、すごいなんか手作り感がやっぱちょっとあるっていう感じですよね。なるほど、これは硬いです。硬めな、硬いです、硬いです。あー、なるほど。あ、でも、なんだろう、さっきのあの大きいパッドのなんかマーチング的なっていうか、はい、あのアヘッドの後ろのやつにすごい似てる感じはありますね、はい、打点を安定させるためにの練習としてすごい最適かなと。これが小ささなので、うんうん、あのちょっとちっちゃめ の、うん、あのスティックケースとか、うんうんうん、ペダルのバッグとかあちょっと忍ばせて、はいはい、リハの時とかですね、うんうん、今はちょっとねなかなかないけれども、うんうん、ライブのブッキングライブとか、はいはいはい、まあ、何でも自分のライブの時に楽屋で、うんうん、ちょっとウォーミングアップとして使うっていう分にはちっちゃくて、ね、持ち運びできるしめっちゃいいです。でも楽屋でこれ叩いとったらねってなるけど確かに確かに。でもまあなんかタオルかなんか下に敷いたりとかしたらまあちょっとね消音できたりとか。まああんまりねこう人のライブ中に。でもまあもう持ち運びが一番しやすいっていうのもあるし、でまあ結構なんかリマウントもあるので練習としても結構いいですね。こう打点をこう整えるということでもこのいいサイズですね。どこのやつですか。アヘッドで、まあ、出まし、出ております、はいはい、なるほど、ね、これはねこれとてもネットでも話題になってますね。はい、はい、こう打面がこう4センチぐらいというかですね。でもね、あのすごいすごいすごいリバウンドはめっちゃいいです、はい、さすがさすがさすがっていうのをこうみんなでこうはい、いいですね。こう目つぶりながらこうクロストロークして、おおおお、3発まで行けたみたいな。そうですね、そういうチャレンジみたいなところも。なるほどなるほど。これでもね、なんでしょうね、あのパッドとしてはめっちゃいいと思います。なんか、うん、ちゃんと跳ね返るし、あのそれこそ本当にさっきのアヘッドのあの柔らかい方のやつがほんまにそのまま ね、はいはい、まあ、使われてるという感じだと思うんで、ただこれ多分あのセッティングによってというか、あの例えばあの無理なセッティングでこれをやると多分すごい手首痛める感じなので、多分置く位置には気をつけた方がいいと思いますよね。なんかこうこれぐらい大きければまだなんでしょう、こうリラックスして叩ける感じなんですけど、これが少し高めにセッティングしてパムとスネアの、そうですね、うっこれでももうガン見しないと踏めしながら、そうですね、こう閉じながらこれはでもね、あんまりおすすめ しないかもしれないですね。ただなんやろな、片手で両手でやると結構やっぱ力が入るのあれなんですけど、片手でこのリバウンド安定させるっていう練習としてはまあこのぐらいの小ささでもありかなとは思いますが、次はおー、なるほど、膝に巻いて簡単に練習、ううね、そうそう、スタンドもいらないし、はい、これはどっちにつけるべきなんですか。どっちでもいっちゃいいんですけど、はい、基本的にスネアのイメージでいくとなると、はい、まあ、左足につけた方がいいっていう感じですね。なるほど。マーチングのドラムって、はいはい、こう立って演奏するときに、あ、そうですね、スネアがここにぶら下がる感覚あるじゃないですか。そうですね、そうすると、うん、あの足をちょっと一歩引くみたいな、はいはいはい、こういう状態です、ね、そうすると画面が向こうに向いて、それ で、 そうで、ね、グリップもレギュラーグリップになると、なるほどなるほど、確かに、そうです、それもジャズの方とかは、うん、意外とこの練習パーツとか、うんうんうん、あのまあ、昔からよく使われてたりとか
マーチングの人、ジャズの人っていうのが。ロックドラマの場合は、まあ、基本セッティングはこういう方が多いので、むっちゃ傾いてるとか、水平がいいとか、自分の足の間に来るので、その場合は、ちょっとこう、足を組むみたいな感じ。あ、そう、こういうことね。そういう感じです。ほんまや。ちょっと引かなあかんけど、確かに確かに。先の方に、もうちょっと先の方に構えたとして。確かに確かに。あ、ほんまですね。公演とかでやってたりとか。あ、ほんまやな。これ、ほんとに。これ、それこそ、なんやろ、楽屋とかで、こう、ね、忍ばせていって、はい、で、ね、こうつけてやったら、これさっきのやつより、こっちより、まだ音がちっちゃいんで、またこう、ね、演奏中とか、リハ中にやっても、全然こう、怒られない。なるほど、これでも結構便利ですね。まあ、右足につけても全然。全然大丈夫。うん、うん。組むとちょっとやる。レギュラーグリップをでもやるなら左足につけた方がいいですね。一歩引くみたいなの。そうですね。角度をつける、うんうんうん。打点が向こうへ向いてるっていうのが良いかなと。派生アイテムで。そうですね。これは武器じゃないですか。すごいな。ガムパッドでつけれたらいいなと。はいはいはい。これを。あ、なるほどなるほど。自分の持ってるやつを装着できるということですね。うわ、便利これ。しかも、ガッて、ガッてなるんで、ここのフレームもあって、ベルトも太くて。ね、さっきよりもすごい安定して。ただ、まあ、これ、あれですよね。ライブで持っていくとしたら、この2つを持っていかないといけないことになるんですもん。片方忘れたら。こっちだけ持ってきたら。こっちだけならまだしも。こっちだけ持っていったら。よりによって、こいつだけか、みたいな。で、じゃあ、ちょっと他のやつもつけてみてみましょうか。はい、あ、いけるあ、よかった、これめっちゃいいですね、なんかいろんなパッドがいろんなパッド作りますよ、これ、あ、これ、これいいかも、なんかプロロジックスも消音性の優れてるやつを持っていってやるっていうのもいいし、だ低反発の練習したいときは太もも叩いて、こうね、太ももがあるとこう移動の練習もできるし両方つける両方そう、両方つけるのもありですよね以上ですかね。以上ですかね。はい、まあ、あとは、はい、その、それぞれを、はい、まあ、スネアの上に乗っけて、そうですね。やってみたりとかってしたときに、はい、そうですね。やっぱこう、スタンドやとどうしても振動があったりとか、スタンドの響きがあったりするので、まあ、ちょっと感触というか、変わりますので。なんか、スネアの上にこの先の大きいやつを、はい、こう順番に乗っけてみると。乗っけていくと。あ、なんかちょっと、スナッピーの反応が一個やからちょっと違うというか、うん。で、じゃあ、リムショットを打ったときには。なるほど。はい。スネアスタンドに乗せるよりかは、うん、僕は推奨したいのはこの、スネアの上に乗っけます。全部ね、爪で出るんですよ。そう、こう、そうですね。叩いてるときにね。こうなっててほしい。確かに確かに。当たりますからね、ここにね。で、まあ、スネアの上に乗せることによって、ちゃんとスナッピーの音も出るので。本当にこう生のこうスネアで練習してるような感覚でいけますもんね。ね、実際にこう構えた時の感覚も、やっぱ生のスネアがある方が、やっぱ実際の練習もできますし。先生の。おなるほど。硬いスネアに。あ、でもこれすごい好きかもしれないですね。でもなんか、この、何でしたっけ、ワッフル加工。ワッフル加工ね。これなんかやるとすごく上手くなったような気分になりますねなんかやっぱダブルソフトとかもやっぱしやすいんで、そう、よっしゃーってなって、よっしゃーっていう感じがあると、あれなんかコントロールしにくいね、そう滑ってるんですよ、それはあるかもしれないですね、スリップがちょっとスリップしちゃうんで、すごいいいんですけど、そのギャップがちょっとこう悲しくなることはあるかもしれないですね、スネアの上にそう乗せるとね、小さいやつって、そうです、前に寄せる方法とか、こういう感じですよね、多分ね、あとはスネアの傾け具合によってこう結構人それぞれあると思うんですけど、結構あれですね、やっぱりこうちっちゃいんで叩いたこの越えた時にパタパタってなって音量がでっかくなったりはするかもしれないですね、特にこうリムショットをかけた時とか、はい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 、はい
なんだ。まあ、スネアの上に置くならちょっとタオル的なものを敷いた方がいいんじゃないか的なことで、引っ掛けるみたいな。あ、でもこうするとスナッピーの音もちゃんと鳴ってくれるし、すごいいいかもしれないですね。いいですね。うん。もやっと終わってしまった。ものすごい低反発ですね、これは。これなんかさっきよりすごい低反発に感じるんですけど、これはこれ敷いてるからなんですかね。あ、スタンドの時より。はい、スタンドの時の方がまだ、あ、これちょっとまだマシだ、跳ね返ってくるわと思ったけど、なんか全然跳ね返って、この方向自体もこう、あ、そうですね、ちっちゃ、そうですね、このちっちゃいの上に乗せると、あの、やっぱ物自体が軽いから、やっぱりそうですね、持ち運びメインっていうのが、こっちの場合はそれこそ本当にこれと、まあ、さっきの、なんやろ、足ガッとつける台座のやつ、大きさだったりとかも、このサイズなんで、これもつけれるけど、なんかこんなんなるんですか。ああ、なるほど。でも意外と悪くないかも。それこそ本当にスネアをこう何斜めにかけてやってるぐらいの練習ができるので、こう悪くないですね。悪くないですね。はい。ただまあ重いんで。重い。はい。はい。はい。以上ですね。すいませんでした。そんなことで森谷先生がおすすめするこの練習パッドをランキング形式で。そうですね。トップ3をちょっと決めていってもいいです か。そのまずじゃあ初心者の方におすすめのベスト3を発表すると。はい、スネアとかあるのに口で言う。トップ3は、はい、エヴァンスリアルフィールの赤。はい、やっぱこのサイズでやっぱ初心者の方で言うと、やっぱあのちっちゃいやつよりもやっぱこうでっかいやつの方がやっぱこう狙いやすいっていうのもあるし、ちっちゃいやつを狙うとしたらやっぱどうしてもこう打って力が入るんですけど、でっかいやつの方がやっぱりゆったりとこう構えて叩くことができるっていうのと、ワッフル加工なので、やっぱ打点がすごいこう安定するから、だから初めてこうリバウンドをこう掴む練習したいとか、ダブルストロークをこう練習したいっていうのにも、まあ、すごくこの、適してるかなということで、まあ、このエヴァンスリアルフィール、トップナンバー3ということで、はい、はい、ありがとうございます。あ、それか。ナンバー2。グレッチ、はい、しかも大きい方、そう、大きい方ですね。でっかい方がやっぱこうゆったりと投げて、まあ、あの力も抜けやすいっていうのと、やっぱリアルフィールよりもやっぱその跳ね返りがしっかりとしてるので、やっぱこう練習がしやすい、まあ、こう高々の速い連打とかの、まあ、感覚もつかみやすいっていうのもあるし、やっぱ音がすごいこうはっきりとなってくれるので、まあ、ダブルストローク、まあ、フラムに初チャレンジをするってなった時に、まあ、フラムってこう同時になっちゃいたくなるんですけど、まあ、それをこの、まあ、ちゃんとはっきりとなってくれるパッドでフラムの練習をしたりとか、なんかそういう、こう初心者の方でも割とリバウンドがしっかりと扱えて、で、まあ、この打面がグリップがしっかりとしているので、まあ、打点も安定して、扱いやすいこうパッドなんじゃないかなということで、第2位はグレッチ、大きい方、大きい方で、はい、ということでナンバー3、じゃじゃ、え、ナンバー3じゃなくて、ナンバー3じゃなくて、ナンバー1、1位はプロジェクスの赤のちっちゃいやつですね。はい、ストーム。まあ、これは本当に何でしょうね、まあ、ラバーのやつに、まあ、下にこうウレタンが入ってあって、跳ね返り、まあ、リバウンドもありつつ、まあ、消音性があるっていうのはやっぱすごいいいかなと思います。まあ、こう初心者の方で、まあ、家で練習することが多いと思うんですけど、まあ、ちゃんと音がちっちゃくて、でもちゃんとリバウンドがあって、で音がはっきりとなってくれるっていうので、まあ、持ち運びもできて、スタンドにもつけれる、でも割とすごいこう扱いやすい、パッドなんじゃないかなと思いますかね。文句の付けどころが、文句の付けどころがないですね、これは。はい、音もちっちゃいし、で、リバウンドもちゃんとあるし、粒立ちもはっきりしてるし、もうで、しかも大きなパッドとかやったらね、この枠がついてるから、うん、まあ、これの12インチの方は、はい、まあ、リムショットもできるという、うん、ね、ことなんで、まあ、例えばこれの
今日これちっちゃいやつなんですけど、これのこのでっかいバージョンを買って、まあ、練習するっていうのも、まあ、すごいいいと思うので、これは堂々の第1位ということで、初心者の方が扱いやすいパッドナンバーワンじゃないかなと思います。はい、中上級者向け、もうすでにだから練習パッドとかも持ってるけれども、もうちょっとこう何かこう、あ、そうですね、何か買うならとか、あ、そうですね、うん、そういうじゃあ中上級者向けの練習パッド、はい、中上級者向け、パッド第3位はムーンジェルパッド、ワークアウトパッド、ワークアウトパッドの、まあ、ちっちゃい方ですね、を第3位にさせていただきました。まあ、中上級者向けということで、まあ、ある程度こうパッドを持ってって、でなおかつこう別の感覚を身につけたいなという時に、やっぱこの低反発 のパッドっていうのは、まあ、一つ持っておいてもいいんじゃないかなということで、で、まあ、あんまりこう無理すると手首に負担がかかって、良くないんですが、まあ、例えばこの指だけじゃなくて、まあ、こう手首 この、まあ、回転させたりとかするような動作っていうのは、まあ、こうドラムを叩くには必要となるんですけど、まあ、そういうこの、まあ、前腕の回転運動とかっていうのをこう鍛えれるのに、結構こういう低反発 のパッドっていうのは適してるんじゃないかなと思って、まあ、これは第3位ということで、紹介させていただきます。はい、パッドコーポレーション、おおそんなもん、パッドコーポレーション、コーポレーションこれはやっぱりなんでしょうね、1位とすごく逆ですね、逆のバージョンですね。1位のこのプロロジックスは、まあ、このラバーの下にこのウレタンが貼ってあるんですけど、まあ、こっちはこのウレタンが上に来てて、ラバーが下にこう来てるという、だから消音性にもやっぱすごく優れてるし、なおかつこうリバウンドもこうはっきりとしてるし、まあ、すごく扱いやすいパッドっていうのと、取り外しがねこうできて二層式になってるということで、やっぱこう振動対策がやっぱすごくこうされてたりとか、なんかいろんな工夫がされてるので、これは本当におすすめしたい、まあ、これ中上級者向けとしてますけど、まあ、初心者の方でも、これは選んでも全然いいんじゃないかなと思うパッドですかね。はい、ということで第2位に選ばさせていただきました。どうだろう、第1位はアニカ姉さんのパッドです。これはやっぱりなんでしょうね、リバウンドがやっぱすごく安定して、音がすごいねはっきりとしてるんで、でなんか完全にこれ僕の好みなんですけど、やっぱこう叩いた時の音がもう好きという、すごい気持ちいい音がするというか、なんかプラスチックでもないし、ちゃんとラバーの硬い音やけど、なんかすごいハキハキとした音が鳴るので、だから細かい本当にルーディメンツの練習とか、まあ、例えば、中級者の方で、もうさらに細かいスティックワークを練習するっていうのに、すごくこう適してるんじゃないかなと思いますね。で、なんか、叩く場所によって、やっぱ、音も変えれるし、まあ、例えばこう、アクセントだけ別の場所に行くっていう、なんかそういう工夫もやっぱりすごくできるので、で、まあ、ひっくり返して、こう、すごい低反発な、状態でも使えるっていうのは、なんかすごいこう工夫がされてるパッドだなと思うので、まあ、メインで使うパッドを持ちつつ、まあ、さらにこの細かいスティックワークを鍛えたりとか、っていうのにすごく適してるんじゃないかなと思ったので、まあ、これは、中上級者向けの第1位させていただきます。ありがとうございます。これ後で買います。まあ、初心者向けのパッド、中級者向けのパッド、いろいろ紹介させていただいたんですけど、まあ、練習パッドもいろ、まあ、んな素材があったりとか、いろ、まあ、んな種類があるので、まあ、こう目的に応じてというか、なんかそういうパッドを選んでいけるといいですよね。そうですね、なんかこう一個こうリアルさばっかり、そのさっきも言ってましたけど、求めるのではなくて、なんかこう普段より跳ねないやつでやってみる、はい、普段より跳ねるやつでやってみる、っていうのも、まあ、練習の一つで、あとは消音性、皆さん結構気にされるんですけれども、はい、どうしても絶対音は鳴るんで、はい、音が鳴らないと練習にもならないし、っていうのをこう実際音でなんか練習してみようみたいな、はいはい、そういうのも一つありかなと思います。なるほど。隣でこう家族がこういろいろ部屋で寝てても、はい、ちょっとこう こさないような、はいはい、できるできる。まあドラマーにとってちっちゃな音を出すっていうのも、まあ、非常に大事なねテクニックだったりコントロールするっていうのは、はい、まだやっていけばいいかなと思います。はい、ぜひ概要欄に
そのパッドたちの詳細は、はい、まあ、めちゃめちゃあるんで、全部載せれるかどうか知らないんですけど、あの、詳細は載せようと思うので、はい、ぜひ、あの、気になる方はチェックしてみてください。はい、そんな感じで、今日もありがとうございました。では、さよならー